チャンネル、侍ジャパン東京オリンピック2020金メダル。いやー、全勝でしかも完全優勝、金メダル。ただいま試合が終わりました。決勝戦もね、2対0で完勝というね、ロースコア、もうちょっとこの5対4ぐらいの打ち合い的な感じで試合がいくのかなと思ったら、ロースコアのね展開になりましたけども、まあね、打線的には1番指名打者山田、2番ショート坂本、3番レフト吉田、4番ライト鈴木、5番ファースト浅村、6番センター柳田、7番セカンド菊池、8番サード村上、9番キャッチャー甲斐というところでね、まあこの侍ジャパン稲葉監督のオリンピックのスタンダードなね王道の、ラインナップになりましたけども、でピッチャーはね、まあ、予定通り森下っていうところになりましたけども、まずね良かったのが先発の森下。カーブでねしっかり緩急をつけて、カウント取りストライク先行させてのチェンジアップの低めで、そしてストレートをしっかり使っていくっていうところで、ほぼアメリカ打線がねそのチェンジアップカーブっていうところに全く対応しきれなかったなっていうね、まあ、もちろん単打はね打たれるけども連打を許さないで低めへの制球力っていうところは非常に素晴らしいピッチングだったかなと、まあ、初回ねしっかり3人で抑えて、まあ、2回ね5番フィアリーにね、カーブをライト前ヒット打たれますけども、その後後続もねしっかり打ち取ってで、3回もね三振連続三振から2アウトねアルバレスにヒットを打たれますけども、結局ねこのノーアウトでねランナー出してないっていうところでね、で最後オースティンもねしっかり、ワンバウンドをね空振りさせて、ここねフォークボールいったら振るんじゃないのかなっていうところで、チェンジアップあまりに入るところがねレフトへ特大のファウルっていうのがあって一番怖いかなっていうところありましたけども、最後もね 3-2 のカウントからアウトコース、ね、カーブをしっかり低めに投げ切って、ね、三振というこの要所でね低めにしっかり投げ切ったっていうところも素晴らしかったかなと。このね5回ツーアウトからねアレンライト前でロペスデッドボールとね、ツーアウト一塁のピンチ作りますけども、1番アルバレスに対して、ね、2球で追い込んで、でそこからねワンバウンド低めにねしっかり制球していく中、ワンバウンドちょっとハードめのワンバウンドになってね振らなかったですけど、で3ボール2ストライクになって最後のねストレートもしっかり低めにね投げ切ったからこそ、ひょっとしたら見逃したらね、フォアボールになったかもわかんないけども、やっぱり低めにしっかり投げ切ってるからこそのショートゴロを打たしてピンチをね、脱出したっていうところで、やっぱりねこの森下投手非常に緩急もつけて低めの制球力非常に決勝戦ね素晴らしいピッチングしたんじゃないのかなと。でその後ね、千賀がね投げましたけど、いきなりね森下から伊藤大海直結かなと思ったらね、まあ、千賀、まあ、前回ねアメリカ戦登板してフォークボールがね非常に有効的でアメリカ打線がね全く対応できなかったで、千賀のね状態も上がってきたっていうところで、まあ、ここね千賀にバトンパスっていうね、感じになったと思いますけども、基本的にねこの侍ジャパンのリリーフの系統を見ておくと、まあ岩崎で山崎、朝平なんかはイニング途中からでもいけるパターン、甲斐の頭からでいうと千賀、伊藤大海、大野なんか、まあ、先発経験者っていうのは甲斐の頭からで、イニング途中からリリーフ経験者っていうところの、ね、役割に分けてたのかなっていうねところもありましたけど、まあ、千賀はねちょっとストライクボール制球ねちょっとしきれなかったかなっていうところでね、先頭フォアボール出してで、まあ、2アウトまでいってねデッドボールになりましたけども、3ボールになって、うわこれちょっとねまたフォアボールになって嫌だなっていうところ、まあ、そこからよく踏ん張ったかなと。で最後ねちょっとボール球臭かったですけど、まあ、バッターね手を出してくれて、キャッチャーフライっていうね、まあ、ピンチ脱出、まあ、ここもねちょっとロングリリーフ考えてたかもわかんないですけども、ちょっとねピンチを作って制球がねまとまってないっていうところで、この次ね、伊藤にスイッチっていうのは非常にいい系統だったんじゃないのかなと。で攻撃面においてもね序盤、初回ね山田がレフト前ヒットを打って、おっとこれ初回からいくかなとね、ソフトバンクのねマルティネスが、先発でしたけども、吉田正尚のねファーストライナー戻りきれず、あれはねもうしっかり戻れない、正直ねちょっとね嫌な流れっていうのが、ありましたし、2回もね、三者凡退で打ち取られて、非常にねチェンジアップ低めに効いて、ね、カットボールストレートでね制球、カウントを立ててチェンジアップでいくっていうね、この今年のソフトバンクでも高騰しているような持ち合いのねいいピッチングしてましたけども、3回ねワンアウトから村上のねホームランガーッねチェンジアップがね落ちきらず、このねツーボールツーストライクからのチェンジアップがね落ちきらず、打った瞬間ねちょっと先っぽだったんでレフトフライフェンチョクぐらいかなと思いましたけど、ナイスパワーねホームラン、この1点がね非常に森下の、ね、好投をさらに引き寄せたかなという、ね形でいいね先制点、まあ、その後もね4回に吉田ヒット、鈴木誠也もねこの決勝戦2安打とね、しっかり自分の役割ね果たしたかなと。でフォアボール1個もね選びましたし、まあ、最後の最後ねまだ苦労したと思いますけども実を結んだ形になったかなと。でね浅村フォアボールとこのワンアウト満塁、よしここでここでもう追加点取ったらこれもう楽勝で勝つぞっていうところで、まあ、柳田がね、7球目2ボール2ストライクからねサードゴロで 5-2 でホームアウトっていうところになりますけど、あれはねまあ仕方ない。柳田のバッティングから解説すると、多分これソフトバンクの自チームだったらもっとね振りにいってると思う。三振 OK でもう思いっきり振り切ってっていうところもあるかもわかんないけど、これがね日本代表決勝戦っていうところのねバッティングを変えたからと、まあ、なんとしてもバットに当てて間抜ければ1点三振だけはしないとね、大振りすることなくコンパクトにっていうね、でアウトコースストレート系を、まあ、コンパクトに、ね、当てにいってサードゴロ、これはもう仕方ないね。非常にこの国際大会、特に決勝戦というところで、まあ、強いられるバッティングね、まあ、こういったところもしっかり、ね、柳田が考えてできているというところはこういいことだし、まあ、結果ね、ホームでアウトになりましたけど、こういうバッティングっていうのは正直、まあ、良かったんじゃないかな。結果アウトになったっていうだけでね、対応の仕方は非常に良かったと思いますね。でその後ね、菊池が最後ねハーフスイングで三振、ちょっとやっぱり菊池もねタイミング合わしきれなかったかなと。でもまあ積極的にね振っていけたところは良かったんじゃないのかなと思います。ここでね点取れないでちょっと流れ変わるんじゃないのかなっていうね、4回裏そのところで先頭バッターだけ大事やなっていうところでね、このウエストブルックをねセカンドゴロアウトにとってコロスバリを三振で、ああ OKOK 流れ変わらなかったっていうところでね、先ほども言いましたけどヒットデッドボールでピンチを作って、まあ、最後打ち取ったんでねよかったかな。あそこでちょっと点取られるんですよね。ちょっと流れ変わってしまった可能性もありますけど、よく森下ね踏ん張ったかなと。で6回裏ね、鈴木誠也がねツーアウトからランナーで盗塁、ここねアウトになりますけど、やはりねマルテンスやっぱ日本で活躍していることもあってね、まあ早くもないけど遅すぎもしないというね。でキャッチャーセカンド投げて若干ね、ファースト側にそれましたけどタッチがねうまくてアウトになりましたけど、ああいう風にねやっぱりそれるのはね右側っていうね、ところはあります。でまあね投手陣その後ね、伊藤大海、7回からまあねワンアウトからアレンにツーベース打たれましたけど、その後ねロペスセカンドゴロでアルバレスねファーストゴロとしっかりね打ち取って、後続もでイニングね、またぎで8回ねこの先頭オースティンにレフト前ヒットを打たれたことによって、まあ、カサスそして5番フィリアと左バッターが続くことによって、ここでね岩崎に、まあ、イニング途中だったんでね岩崎に変えて、でしっかりねカサス三振、やっぱねカサスもね追い込まれたらねバット短く持つんですけど、あんだけ離れてバット短く持ったらアウトコース届かないね。しかも踏み込んでもいかないし、あれはねちょっとね違うかなってやり方的にはね。でもそこをね岩崎がしっかりついたアウトコースのね制球力、最後スライダーね素晴らしいピッチングだったかなと。でフレイジャーもねもう全体的に打てるような感じしなかったね。もうインコース投げとけどん詰まるだろうみたいなね、感じで見えましたね。であとヒリオスサードゴロと完璧なねピッチング、そして8回の裏ね山田がねライト前ヒットで、ここで坂本がね送りバントを決めて、でワンアウト2塁から吉田のセンター前ヒットで3塁止まってんのに、センターロペスがホームに投げて3塁側に大きくそれて、キャッチャーも取れない、ピッチャーのベースカバーもいない、慌てていって取って投げてホームセーフ、山田ホームヘッドスライディング、そうホームヘッドスライディングがいいですよね。もうああいう時やっぱ雑だね、ベースボールはね。結局なんか失点にはなったけども、韓国戦ねちゃんとその後キャッチャーね取れなくて後ろ行った時に近藤のねホーム送球がバウンド中ダンバーになって取れなくて後ろ行った時に山本由伸がねちゃんと取ってファーストランナーをセカンド行かせないとかね、やっぱりこのね野球とベースボールの違いがねこういうところに出てるんだよね。まあこういったところでねやっぱりミスが直結して、この8回裏のね1点非常に大きかったかなと。で9回はね栗林が投げてツーアウトからねアレンにヒットを打たれるものの、最後ロペスがねセカンドゴロに取ってシャットアウト、2対0、金メダル、まあ、北京ね4位からで、まあ、13年ぶりに、始まって稲葉監督とね、田中マー君一緒に北京に、行きましたけども、そのね屈辱を晴らしてもらったっていうところでね金メダル、非常に素晴らしい形になりましたね。でまあね、ソフトボールもね金メダルっていうところで、このねソフトボール野球この2つがね日本同時に金メダルを取れたっていうのは非常に喜ばしいことですし、まあ、稲葉監督もね本当にプレッシャーあったと思います。このね勝たなきゃいけないっていう中で勝つっていうのはねこれほど難しいこともないですし、そういう思いっていうのはね僕自身も北京オリンピックで、感じましたし、絶対勝たなきゃいけない、勝つべきして勝つ、メジャーリーガー出てないんだから勝って当たり前やる、こういった声がね、まあ、僕含めて、言う人がねいっぱいいましたけども、それによってねプレッシャー非常にかかったと思います。その中でねしっかり結果を残したね侍ジャパンのメンバー、監督コーチで浦川さんスタッフ含めね関係者の皆さん、本当にね全勝、日本の強さをね見せつけることができて本当におめでとうございますと同時にありがとうございますね。皆さんのこの頑張りがね、今後の、日本球界のね、野球の子どもたちのねまた底辺の裾野の広がりにね、続いていきますし、今はねメジャーで大谷翔平も頑張ってますけどもね、日本野球のね底力っていうかね、この日本の野球のこの丁寧さ、確実さ、そして堅実さ、そして結果をしっかり残していく強さっていうのをね全世界に、見せられたと思います。これからもねこのオリンピックでね野球なくなりますけども、まあ、WBC も含めてねまたいろんな国際大会ありますから、しっかりねまた強くなってこのままの日本の強さを世界でね維持していきましょうということで、東京オリンピック2020野球金メダル本当におめでとうございます。そして、感動をありがとうございます。選手の皆さん、関係者の皆さん、お疲れ様でした。またね来週からシーズンね再開しますけども、各チームに帰ってね皆さんのまた素晴らしいプレー解説していきたいと思います。ということで、さつざきチャンネルここまでです。日本